の、はい、いい夜中でした。知ってて着きました。着きましたよっていうのね。着いた。ズンダイズ。まあこれあの本当北郎抜きにしてもめちゃめちゃ有名な。そう。調布といえばズンダイズ。みんな来るべき。本当にここいいですよ。うん、あの綺麗だし、自然豊かで。お蕎麦美味しいし、買い食いもできるし、国宝あるし、国宝あるし、御朱印もね、4つある。あ、そうなの？4つあんの？すごい。もう調布といえば深大寺、深大寺といえば鬼太郎。なぜかというと、まあ見えてると思いますけど、見えてるね。鬼太郎茶屋っていうのがあるんです。鬼太郎茶屋。これ全国指折りの鬼太郎グッズショップです。あー、行きましょう。いや、目合っちゃったよ、あれ。ん？誰と？踊ろう踊ろうみたいなやつね。今年はアニメ始まったから、混むよ。混むかな。混むまだ鬼太郎効果を実感してない。もう今塗り壁だ。塗り壁書いてある。今だけ暇だよこれ。ん？今だけ暇？子供いっぱいいるでしょ。本当だ。あ、本当だ子供いっぱいいる。アニメだから。ああ。ほら、多分お祝いビニールグッズコーナー。ちなみにあの奥にですね、茶屋、まあ、喫茶店があって、2階に、展示室があります、で、グッズ販売と、あと お持ち帰りの目玉の親父。このスタンプはね、散歩の時僕が手に押したんで、僕の心に刻み込まれてるんですけど。あ、これよし行くぞね。なんですぐ分かんない。撮ったらあれなんで、ね、男なら1番。あ、鬼太郎茶屋で働く人募集してるよ。やめます。やめるって何を？仕事で来たって。嘘でしょ。週5で。週 5？ 長期勤務可能。この奥に深大寺があります。はい、はい、この奥に深大寺のはね、あのこれ散歩が、散歩コーナーがじっくりやったんで。なんだっけ、東京の名水何選とか。そう選ばれてる水だとかね。これも今ちょっと店もう外出してないんですけど、ここら辺にもお土産とか食べ物とか、角大師と豆大師についてる話。角大師、豆大師、懐かしいね。島田屋さんもそば美味しかったです。美味しかった。あれ、そばの動画はまた別に出てます。はい、島田屋さん。今日も平日の夕方4時過ぎなんで、ね、結構店閉まっちゃってるんですけど、出店たくさん出てて、綺麗だし、楽しいよね。そう、こういう、あ、もうね、今日はちょっと閉まってますけど、せんべいとかね、結構賑やかです。人もね、土日とか結構いる。これ前ダルマイチ終わったばっかりだ。あ、終わったばっかりだ ね、 そうね。先月ダルマイチっていう日本三大ダルマイチの一つ。日本三大ダルマイチ。他に何があるのかって言ってた。いいとこです。いいとこです。カモンチョース。これが夏休みぐらいになるとまた、今期のアニメどこまで続くかまだ多分決まってないけど、これがもうあれだよ、また冬ぐらいまでやってごらんよ。豆腐人溢れて死ぬかもしれない。鬼太郎すげえな。人類絶滅するかもしれない。鬼太郎すごすぎる。すごいでしょ、もう。こうやってね、中にグッズがいろいろ売ってて。売ってる売ってる。お菓子とか本とか、T シャツとかも。水木しげる先生の鬼太郎以外の本もすごいいっぱいあるよ。戦争の話とかね。そう、妖怪の話とか。大人向けのお土産から子供向けのお土産までいろいろあってる。いい。欲しい。グッズもすごいいっぱいある。大人向けのグッズもあるしね。あるある。お酒とかもあるからね。そう。僕は全然普通に大体欲しい。住みたい。住みたい、ね、住みたい。妖怪検定の公式ガイドブックもあったし、あったし、リモコンゲターのオブジェもありますよ。そう、でかいやつね。でかいリモコンゲター。鬼太郎こんな大きくなったっけ。これも妖怪なんで、何でもありなの。コップのフチコさんのギリギリの鬼太郎バージョン。え、そんなのあるの？すぐ出ない。あ、真似するやつ。寄せてるんだよね、それ。あ、いいよ、ありがとうございます。本当に、プチプチしい顔してるよ。本当だわ、これとかなんかちょっと愛らしいもんな。すごい。130cm らしいですよね。こんなもんですよね。あー、これリアルか。そうだね。まあちょっと大きいか。あ、あれだ。下の台の部分。台があるから。鬼太郎ちっちゃいな。ネタ履いたらこれだ。ネタ履いてこれだからだいぶちっちゃいこれ。
で、まあ、あのご飯のところもですね、板木綿のスプーンくれたり、うん、木べらね。で今回僕らが注文したのは目玉の親自慢。ちなみに中で食べるなんかパフェだかソフトクリームだかを頼むと、うん、目玉の親父みたいな白玉、が出てきたりします。楽しそうだね。本当にいいとこだよ。ハロウィンみたいなメニューだね。ちょっと分かんないですよ。え嘘でしょ。ハロウィンお化けやん、ね、そういう西洋文化とかで一緒にしたいんですよ。ハロウィンに、うん、ハロウィンに過剰反応全然違うから。妖怪なんだ。モンスってそうだ。さっき俺あのトイレ行った時にトイレの中にね豆知識が書いてた。お深大寺は実は鬼太郎の作品の中にも何度も出てきてる、うん、はい。で深大寺で妖怪すき焼きパーティー。あ早い、もう問題途中やん。あのね、舐めないでほしい。すごいフリーク度がすごい。深大寺は昔水木しげる先生の作品の中で妖怪すき焼きパーティーで出てきたんです。っていう豆知識。恐ろしい、怖い。ちょっと腹立つもん。まあ、こういう感じで僕がね、うん、まあ、知らない方々にはかなり、まあ、どやったところで何も羨ましくないだろうけど、かなりどやるじゃないですか。うんうん、そんな僕でも妖怪検定初級受かる気がしないです。こんなむずいの。すごい難しいです。今もう何級とかあるの。初級、中級、上級です。で上級は小論文です。小論文書くの。やばくない。で初級でも、まあ、前にちょっとお話したんですけど、初級でまあ、この妖怪はどこの地方の伝説に残っている妖怪でしょう、うん、そのこの妖怪はどこの人ですかっていうのを答えなきゃいけなかったです。もうこの妖怪の名前は何は、もうそんなん当然、当然みんな、まあ、共通言語別とこのシルエットの妖怪は何でしょう、うん、あ妖怪検定なんだよね。鬼太郎検定ではないわけ。あなるほどね、うんうん、ほぼ鬼太郎検定なんでしょ。そうそうそう、水木しげるの妖怪検定みたいな感じだから。あの今、鬼太郎とネズミ男が持ってる傘あるんですよ、はい、あれも妖怪なんですよね、はい、あれくるくる回って空飛ぶから、すげえな。鬼太郎が空飛ぶときはあれか、一旦もめんか、カラス。カラス、カラスもある。カラス、糸垂らしてる。フランコ。お、ナンバーワン。店員さんのキャップのここに目玉の親父がついてる。あ、ほんとだ、目玉の親父ついてる。いただきました。これでもこれ蒸してくれて、うん、今そこでこう押したってこと。焼きん。うん、そうだね。すごい、うん、目玉の親自慢です。茶碗に入ってますね。茶碗に入ってる。すごい、うん、うん、すごい、いただきましょう。これ1個いくらで。200円です。そこ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 キャラグッズなんだね。そうだよね、もう、うんうん、いい。うん、ちょっと黒糖の風味がして美味しい。おお、温泉饅頭みたい。いい、いいよ、うん、いいよ、饅頭。はい、あ、いいですか、チーズか。あったかいお饅頭っていう時点でもう結構さ、うん、いいよね。そうだね。美味しい。あ、まだ、はい、あ、いや、もちもちもうね、うん、普通に美味しいお饅頭。うん、あ、うまっ。鬼太郎関係なく買ってもいいね。うん。あ、美味しいね。美味しい、美味しい。ということでお送りしてまいりました調布鬼太郎めぐり、まあ、これも一部なんでしょ。もうむしろまだまだ、いや、まあでも本当はもっとすごいディープな猫娘が住んでたっていう設定の神社とかが、ね、心の後ろにあったりするんですよ、高宮八幡宮、うんうんうん、でも、うん、ディープすぎてこういうの何もないただの神社なの。神社なのすごい分かりやすい楽しいスポットは、うん、なるほど、割と今回言ったのじゃあとりあえずその鬼太郎のことを知りたいとか、はい、鬼太郎をもっと面白く見たいとか、うん、で調布行ってみようってなった時はぜひ今日のスポットを巡っていただきたいという感じですね、うん、ちょっと久しぶりにたくさん喋ったんで疲れました、うん、すごい疲れて、いやすごい頑張ってたということで、皆さんぜひ、コココロチャンネル登録、そしてグッド評価、そして鬼太郎もよろしくお願いします。ぜひぜ ひ, ぜひ、はい、それでは皆さん下ケケケの毛、また逆なんだよな。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で、ね。